皆さんこんにちは。今回の動画、キズナギター255話で気になったポイントを掘っていき、また今後の展開も予想していきます。あとこの動画を最後まで見ていると思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。まず1個目に掘っていくのは川上についてです。今回の255話で川上は MRI 検査の結果、右肘捻傷が確認されたため、決勝戦も登板禁止で継続。もし今大会聖堂が甲子園に行けなかった場合、 MRI 検査までして右肘捻傷が確認されたということは重傷と予想されるため、甲子園でも登板不可。川上の怪我の治り度合いにもよりますが、この215話をもって川上の高校野球人生完結。以前川上は家の事情や自分の力量を見据えて大学や社会人といった上の世界で野球をやるつもりはないと話していましたが、もし今回の215話をもって川上の高校野球人生が完結した場合、川上は不完全燃焼で野球から手を引く。そのためなんだかんだ大学に進学して野球継続。一体川上はどんな選択を取るのか。続いて2個目に掘っていくのは聖堂ピッチャー陣についてです。今回の215話では川上は怪我の影響で決勝も登板できないことが確定。そのため沢村、フリア、金田、聖堂は決勝戦この3投手で回していく必要があります。現時点で分かっていることは、決勝戦はフリアが先発。フリアは今大会春先の不調や怪我の影響で背番号11で挑んでいますが、4回戦7回無失点、準々決勝8回1失点、予選でありますがフリアの直近の全盛期でもある選抜並みの成績を残しています。まず昨年の夏大決勝はフリアが先発。一巡目までは無双していたため、いなしとの相性は良い傾向。機会には沢村、金田。沢村は今大会準決勝で9回完投と昨週史上過去一のピッチングをしていましたが、決勝戦では川上不在。金田は公式戦の方で登板経験なし。もし決勝でフリアが炎上した場合、控えにはリリーフとして信頼ができるピッチャーが不在なため、準決勝の疲労を抱えながら沢村の継投濃厚。正直沢村のリリーフは反則。初見殺しのナンバー7、9、まだ140の大台に乗ったナンバー4、実績の方も直近では2年春帯で4リリーフ。沢村決勝戦でリリーフとして登板する理想形は、昨年の秋田決勝、当時エースだったフリアが最終回のマウンドに上がったように、沢村がリリーフとして最終回のマウンドに。250話でフィーチャーされていた五木を三振に仕留めゲームセット。金田は今大会登板経験なし。また準決勝の方で落合コーチから、今の金田に参考打線は荷が重い。今回の215話で畑尾監督から金田も準備しろと言われていましたが、決勝は聖堂対内津。先発の方も聖堂、フリア、稲津、頼みはほぼ確定。つまり準決勝以上の投手戦かつ参考より稲津の方が打力があると思うので、決勝も金田の登板はほぼないかなと思います。あるとすれば3番手、ワンチャン金田が覚醒するきっかけになるか。もしこの決勝をきっかけに金田が覚醒した場合は、沢村、フリア、金田、新チームはこの3本柱で大会に臨めるので楽しみ。ちなみに決勝戦については色々妄想できるため、後日動画化しようと思っています。続いて3個目に掘っていくのは215話の最後のシーンについてです。今回の215話最後のページ、三宅が一緒に素振りをしていたフリアにこんな問いをかけていました。上の世界を考えているか、プロの世界で投げたいと思ったことはないのか。この問いに対してフリアはどんな返答をするのか。そもそもなぜみゆきはフリアへこんな問いをかけたのか。原因は川上かなと思っています。川上は準決勝開始前に片岡監督から登板禁止令が発動された時、みゆきのように大学や社会人で野球をやるつもりはないと発言。この川上の発言にみゆきは悩んでいたため、フリアにこんな問いをかけたと思います。ちなみに今回の215話、沢村も途中からみゆきフリア間に合流しようとしたが、この会話が耳に入ったのか、何か意味ありげな表情。国家主の妄想ですが、沢村はこの二人とは合流せず、沢村も上の世界について自分の部屋で一人で考える。もしくは同部屋の人の意見を聞きながら会話。また最近よく一緒にいる奥村と会話。どんな展開になるのか楽しみ。ここまで215話の気になるポイントを取ってきましたが、ここでのポイントでは215話の続き、256話以降はどうなるのか予想していこうと思います。255話では準決勝編が終了したということで、決勝編に向けて通常通り聖堂を中心に話が積んでいました。前座については曖昧でしたが、麻生や川上のことについて深掘り。麻生は彼女関係、川上は怪我のため決勝戦も登板不可。また稲津の春大からの強さの秘密は、いつきやキャッチャーとして成長したこと。鳴宮月バッテリーは今大会各試合に応じて配球を変更。バッテリー結成当時より2人の信頼感アップ。決勝聖堂の先発ピッチャー決定。このように最近の大遠征は珍しい、さまざまなことが起きた回となっています。今後の展開としては、215話で聖堂側の準決勝後のミーティングが行われたということで、稲津側のミーティングも今後あるかなと思っています。
貿易面では昨年1巡目まで無双されたフリアを攻略するためどんな対策を立ててくるのか。現在のフリアは昨年に比べて急速アップ、縦スラ習得、既存の球種の精度アップ。現在のイナイツも当時メンバーだった選手が昨年に比べて成長したり新規の選手が加入。カルスは足以外にホームランも打てるバッターへ、山岡はイナイツを代表する4番バッターへ。新規では五木が5、6番打てる打力、初登場でいきなり3番を務めまだ謎が多い早乙女。またフリア対策以外にもイナイツは今大会の準決勝で完投した沢村の対策もしてくるはず。当時1年生だった沢村はムービングボール、まっすぐ、カットボール、主にこの3種でピッチングを組み立て、決め球では左右関係なくまっすぐやカットボールをインコースへ投げるピッチャーだった。ゲインナイツメンバーで当時の沢村を攻略したのは山岡の5点ヒットのみ。沢村も昨年に比べて急速、制球アップ、新球種開拓、もはや別人。沢村のナンバー7、ナンバー9をどう攻略するのか。イナイツデータ班も準決勝で完投した沢村のピッチングを収集しているためどんな分析をしてくれるのか楽しみ。守備面では準決勝は赤松と平野が登板したということで今年の決勝も鳴宮の先発濃厚。現世同メンバーで当時の鳴宮からヒットを打ったのは春市、しらす、三幸、フリア。フリアに関しては2安打。そのためこの4人は要注意。またこの4人以外で警戒すべき選手、倉持、前園。倉持は昨年鳴宮から1本もヒットを打てていませんが今大会の倉持は左打ちに専念し打撃好調。準決勝で甘久からマルチ安打。前澤の最終局になってからチームの打点製造機として活躍。今大会は準決勝の方で3番シラスが打ったことで打点王とはなっていませんが昨年の秋田決勝のように前園が決勝打を打つかもしれません。ちなみに個人的に注目している一戦が鳴宮対松橋。昨年鳴宮は松橋の兄である哲也にチェンジアップを攻略されあわや敗戦投手になるところだった。準決勝無安打だった松橋は今回の決勝は準決勝以上の投手戦が予想されたり決勝制動先発のフリアは昨年鳴宮から2本のヒットを打っていたためどんな形であろうと怪我さえしていなければ降板しても打撃を買われて勇気を持っているセレクトの趣味につく。そのため鳴宮対松橋の対戦回数は思ったより少ないかもしれませんが鳴宮はこの勇気松橋との対戦どんな心境で1球目を投じるのか楽しみ。もしここで松橋が鳴宮から兄哲也を超えるホームランを打つようであれば神回確定。ちなみに今後の展開についてスタン様のコメントではケース1、おそらく川上抜きで甲子園を勝ち上がることは漫画のリアリティさを重視するなら不可能だと思うので残念ではありますが決勝で聖堂は敗戦すると思います。ただ甲子園に川上が 100% 間に合うなら川上の復帰も見せてくるはず。なので聖堂が勝つと予想します。ケース2、みゆきはフリアに対する言葉は創生前もそうだが独特の鼓舞、女房役としてはずなを引き続けた中でのフリアに火をつける言葉だろう。そして麻生は振られたものの関が手を回して村瀬さんを決勝に来させ麻生がレフトからのレーザービームを発動。さらに得意のセンター返しをしてチームのピンチを救いチャンスを作る姿を見て村瀬さんは麻生を惚れ直す。ケース3、個人的には聖堂が勝って甲子園を決め数日後天久から沢村に連絡がありツーシームジャイロの指導を受けて新しいツーシーム回を甲子園の初戦で見せつける展開を少し希望。こっから主のコメント、ツーシーム回の習得も激アツですが個人的に沢村は天久からスライダーの投げ方のコツを教えてもらい変化量ならナンバーズにしてもおかしくなかったスライダーを改良。正直もう沢村に新球習得は必要ないと思いますがスライダーやツーシーム回も投げれるようになったらもっと投球幅が広がるので楽しみ。この回も紹介しきれないコメントがありましたがコメントをくれたリスナー様ありがとうございました。以上今回は以前挙げた215話で気になったポイントを掘っていきあと今後の展開も予想していきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていると思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter と Instagram もそれでフォローの方お待ちしております。